プレートテクトニクスは、地球の表面がいくつかの固い岩盤、プレートと呼ばれるで構成されており、これらのプレートが互いに動くことにより、大陸移動や地形の形成などが行われる学説です。この理論は、1960年代後半に確立され、地球科学に大きな影響を与えました。地球は多くのプレートに分かれており、これらは大きく、大陸プレートと海洋プレートの2つに分類されます。大陸プレートは軽く、海洋プレートは重いため、両者が衝突すると、重い海洋プレートが下に沈み込みます。プレート境界の種類としては、摩擦境界、フリクションボンダリー、プレート同士が摩擦しながら移動し、地震や地殻変動が発生する境界です。引き離し境界、ダイバージェントボンダリー、プレートが引き離され、新しい地殻が形成される境界です。例えば、大西洋中央海嶺がこれに該当します。衝突境界、コンバージェントボンダリー、一方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込む、サブダクション境界です。この境界では、地震や火山活動が頻繁に起こります。プレートテクトニクスの理論は、地球上で発生する地震や火山活動のメカニズムを理解するのに非常に重要です。プレートの動きによる地形の変化は、数百万年にわたって観察され、地球の歴史を形作っています。1912年、アルフレッド・ウェゲナーが大陸移動説を提唱。彼は、かつて存在した超大陸、パンゲアが分裂し、現在の大陸が移動したと主張しました。この理論は、大陸の形が互いに合うことや、化石の分布から導かれましたが、当時はその同期力が説明できず、広くは受け入れられませんでした。1950年代、海底の探査技術の発展により、海底山脈と海溝が発見されます。これは、地球の地殻が動的であることを示唆する重要な発見でした。1960年代、地震学の進歩と海底の詳細なマッピングが進み、海底拡大の証拠が集まります。ハリー・ハンムンドとロバート・ディートツなどの科学者が、プレートテクトニクスの基礎を形成する理論を提案し始めました。1963年、フレデリック・バインとドラモンド・マシューズは、海底の磁気異常を研究し、磁気ストライプの発見とその年代測定を行いました。この発見により、海底拡大理論が確立し、プレートテクトニクス理論の主要な証拠となりました。1965年、J、スザン、ウィルソンが、トランスフォーム断層を説明し、プレート境界の概念を提唱しました。1967年、W、ジェイソン、モーガンが、プレートの動きを説明するための理論的枠組みを発表し、現代のプレートテクトニクス理論が形成されました。1970年代、衛星測位システムとコンピュータ技術の発展により、プレートの動きが直接的に観測されるようになり、理論がさらに確立されました。これらの進展により、プレートテクトニクス理論は地球科学における主要な枠組みとなり、地震や火山活動、山脈の形成など、地球の表面の多くの現象を説明する鍵となっています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。